皆さんこんにちは、スプリングです。今日はね、11月の13日金曜日でございます。時刻は22時6分ですね。今私はね、兵庫県の福崎町、先週に引き続き兵庫県福崎町に来ております。今北上しているんですが、今からはね、兵庫県の有名なものといえば、姫路城とかいろいろあるわけですけども、お城の中のね、武田城というところに向かおうと思っております。武田城と言いますとね、ご存知の方も多いかなと思うんですけども、よく天空の城と、言われるですね。なんで天空の城なのかというと、秋のこの時期ね、少し夜がねひんやりをして、そして天気のいい日という日に関してはね、雲海が出るようで、その武田城はね、山の上にあるんですけども、その武田城の周りに雲海が出て、武田城が空に浮かんでいるように、ラピュタ、宮崎駿の映画にありますけど、ラピュタに見えるというようなことから、天空の城と呼ばれる城になっております。今からですね、その武田城を撮影をしに、翌朝になるんですけども、今晩から向かおうということでございます。こちらもね、ツイッター等を見ていると結構、深夜のうちからごめんなさい、深夜のうちからね、駐車場が埋まってしまうということらしいので、今ね、20時で遅いんかもしれないんですけど、ちょっと向かってみようと、そちらも検証をしてみようかと、いうことでございます。おそらくここから1時間弱ほどで、武田城の、ある朝越し武田というところにね、到着できるかなと思いますので、向かっていこうかなと思っております。今のところ予報的には明日は雲海出そうだなというような予報になっておりますので、ちょっと期待をしつつ、地元兵庫なんですけどね、行ったことがありませんので、武田城自体は小学生の時に登ったことあるんですけども、雲海の撮影は行ったことはございませんので、少し楽しみだなと思いながら、立雲峡、多分夜中に40分ほど登山をすることになってしまうと思うんですけども、行ってみようかなと思います。例によってもう毎週これで4週間続けて登山をするというようなことになるんですけどね、ちょっとどうなるかなと、本当に出るかな、そして駐車場が止めれるかなと、少し心配な面がありますが、向かってみようと思っております。ではよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、私は現在、兵庫県朝来市武田に、やってきております。おそらくこの、信号ですかね、武田の信号だと思うんですけど、こちらを曲がって、国道312号線から、それていくと立雲峡に行けるのではないかなと思うんですが、あまり下調べしておりません。確かこっちだったと思うんですね。お、ここ立雲峡の駐車場なんだ。めちゃくちゃ遠いですけどね。こんな前日から入ってくる人も、撮影者だったらいると思うんですけど、一般人にはなかなかいないんですかね。この先駐車場がおそらくあると思うので分かるかなと思うんですが、この道をね、進んでいくと兵庫県のある施設がありまして、兵庫県の方はね、知ってるかなと思うんですが、自然学校で、よく使う南田島自然学校っていうところがね、ありますね。はい、小学生が、宿泊をするというようなところになっていますね。私もね、小学5年生の時南田島に、宿泊をしたんですが、この道を通ってね、武田城まで行ったのを未だに覚えていますね。これを上がると立雲峡の駐車場に行けるようですね。いやー、どうだろう、駐車場止めれるんかな。ちなみに現在時間は23時1分ですね。今日は金曜日です。うわ、めちゃくちゃ暗い。あ、街灯があるな。
本当に観光地になっていますから、なんかねこの辺からもう渋滞をしているっていうのもツイッターに出ていましたのでね、どうなんかなと思って今、真っ暗闇の、山をね車で登ってるんですけど、いやさすがですねこの道めちゃくちゃ広いっすよ。こんなところこんな太い道ないですからね。国道429号線なんでね、国道なのにこの今通ってる道の片方より狭いですからね。いやーすごいな、ごっついまっすぐに杉が伸びていますが、いやこういうとこね本当に鹿とかねイノシシとかね普通にいますからね、それが一番嫌なんですよね。気味が悪いとかそういうのより動物が出てくる、それが一番怖いですからね。いやこの辺ずっとね路肩に駐車禁止っていうのがあるんですけど、やっぱそれほど人が来るんでしょうね。上り勾配がなくなりましたね。なんか書いてます、歓迎立運橋と、はい、歓迎されておりますね。ここら辺は道はなんか普通の幅に戻りましたね。いや多い時はこの辺から車止めて歩いていくんですかね。もうこの辺駐車禁止っていうのが消えましたが、駐車場ですね、めちゃくちゃ多い。うわ、嘘、めっちゃっちゃ多いですね。止めれるんやろうか。あ、まだ止めれんな。よし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 、まだ止めれるスペースは、結構ありますね。ありがたいことですよ。よかったよかった。この辺にじゃあ止めていきましょう。いやそれでもやっぱ多いですねこれ。やっぱ早朝に来るとなると、やっぱ駐車場が溢れてしまうんでしょうね。はい、というわけで、23時4分立運橋駐車場到着でございます。それではね今から、朝4時ぐらいまでねここで過ごそうかなと思っております。車中泊ですね、私の大好き、もうしょっちゅうしております、車中泊になります。まあ、結構体痛くなるんでおすすめはしませんが、はい、ということでね、5時間後に出発をしていきたいと思いますので、その様子を続けて、ご覧いただければ、まあ、いただければなと思います。それでは、次の方には、登り始めるかなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今少しね、外に出てみました。駐車場にはこのようにねトイレがあって自動販売機も、設置されておりますね。こちらの方に進むと、ちょっとした事務所のようなものがありますけども、コーンが立ってますね。入り口と出口かすかに見えますかね。時間になるまでは入れないようですね。お願い、危険なので係員が車で登らないでくださいと。登山は4時半からみたいですね。そして立運橋環境整備協力金のお願いと。大人は300円のようですね。5時半になったら登っていきたいと思います。お、ライトがついた。あ、明るいですね。元からこっちでセンサーに反応しておればよかったですね。ピントが合わないですか。ここにはね、竹田城の雲海の写真が飾ってあります。
映りますかね、見えますかね、竹田城あとと展望台まで、第3展望台まで3分すぐですね。で第2展望台が10分、第1展望台は30分ということで、はい、この後登っていきたいんですが、また三脚とか大きなカメラとか持ってあるのがすごく嫌ですが、まあ頑張りたいと思います。皆さんおはようございます。本日は、2020年11月の14日土曜日、現在時刻4時、1分2分頃ですね。今開山しておりますので、今から登り始めようかなと思います。続々と人がやってきていますね。車はいっぱい止まっているんですけどね、どなたもエンジンをつけていなかったので、私もエンジンを切って睡眠をとっておりました。めちゃくちゃ寒いですね。はい、では今から準備をして登ろうかなと思います。はい、というわけで登り始めたいと思います。ほとんど見えませんね。ライトをつけましょうね。一度止めたいと思います。照らしてね、上がっていきたいと思いますよ。序盤はゆっくりいきましょう。40分ぐらいかかるみたいですからね。いや、快晴のようで、空にはねオリオン座が綺麗に輝いています。いや、綺麗ですね。こちらが第三展望台なのですね。今はね、観光地化されているので、多くの人がね、歩いておられますが、結構これは心強いですよ。誰もいないと一人ですからね。ですが、雲海はすでに出ているようですね。湿気は少しあります。第一展望台15分だそうです。少し多めに時間設定がありそうですね。カンカン出てきましたね。第二展望台、こちらは第二展望台、見えないですね。先に行ってもらいました。いやいや、カメラや三脚がなかなか重たいですね。見えないですね。今ね、眼下に武田の町が見下ろせるんですが、結構雲海が出ていますね。で、ここにうっすらとね
明かりが見えてると思うんですが、こちら竹田城跡になります。もともと竹田城っていうのはね、戦国時代までの、城ということになるんですけども、この稲葉の稲葉じゃないですね田島の国、そして、そこからね鳥取県の方鳥取城であったりとか、いわゆる稲葉の国ですね、そのあたりはね、かつて守護大名ですね、それから戦国大名へと発展していく山梨が治めていたところになります。息が切れてます。山梨といえばね、応仁の乱が有名ですけども、山名宗全という人と、大阪の方にいた細川勝元という人が争って、端を切った応仁の乱がね、有名な話ですけども、その山梨の、領地となっております。どんどん登りますね。いや寒いのでね、北海道とかで持っていく猫馬、かなりごっついのを持ってきたんですが、暑い、外してしまいましたね。でダウンジャケットもね着てるんですけど、いらないですね。こっちか、途中で道がよくわからなくなりますね。いや懐中電灯必須ですよ。僕 iPhone ですけどね、撮影と同時にやってるので。電池がどんどんなくなります。いやまだ先の方に懐中電灯の明かりが見えるので、まだ先は長そうですよ。でも本当に星が綺麗ですね。街では星ってねほとんど見えないですよね。それがね、このような山の中とか、明かりが少ない、まあ、光が多いことをね光害と言ったりするんですけども、光の害と書きますね。そういったものが少ないのでね、結構よく見えたりします。本当に降ってきそうなね量の星が見えますので。またアラームが消えてしまいました。アラームが優先されるんですね。まあ、そらそうか。水の音がしてますね。滝でしょうか。足で問題までまだ10分。昨日15分からかなり長いですよ。ここに来て時間がおかしいですね。もはや時間が消えましたね。時間はおかしいですね。もうここからかなり急な階段が続きますよ。階段の真ん中に石がね置いてあるので少し楽ではありますけど、かなりしんどいですね。
50人ぐらいいますでしょうか。いや、こんな時間なんですけどね、本当にすごい人でしたね。いや、登った時は暑かったんですけどね、やっぱりその後すぐに冷えるので、寒くない格好をする必要があるなと思います。それとね、地面がぬかるんでいるところがあるので、しっかりした靴と、そして座るようなね、何かシートを持っていくのをおすすめします。6時頃になるとね、携帯の写真でも映るようになってきました。しかし4階がね、少ないですね。夜中は快晴でオリオン座とかがね見えていたんですが、この時点では曇りになっていました。雲海がねこの後登ってくるといいんですけども、ちょっと薄いような気がしますね。どうだろうか。雲が上がることを信じて皆さん待ちますが、これ以上は難しそうです。この日一番高くまで登った時でこれでしたね。これ以上下は撮影者の頭が入るので撮れていません。少しでも高さを稼ぎ雲海を取ろうと思うので、少し上に上がろうと思いますが、次第に雲が薄くなっていっています。この時点ではもうね、雲海はほとんど消えてしまいました。しかし紅葉がね綺麗だったので、まあそれが唯一の救いでしょうか。武田城のふもとにはね、万丹線の武田駅があるんですけども、この時間になると、始発列車がやってきました。なのでね、まあ雲も薄いので一緒に撮影をしてみました。真っ白な雲海と一番列車を撮影をすることができました。奥の方はこれだけ雲海があるんですけどね。武田駅を出発する列車も撮影をしてみました。こちらの方がよく目立ちますね。はい、というわけでね、武田城撮影をしてきましたが、ご覧のようにね、少し雲海が、今日は出なかったということですね。出てはいたんですけど、かなり低いところにね、出てしまっていましたので、ちょっと思ったような撮影とはなりませんでした。ご覧のように奥の方にはね、かなりたくさんの雲海出てるんですが、武田城の方には出ていません。ですのでまたね、再履修ということになるかなと思います。いやー頑張って登ったんでね、悔しいですね。まあいつでもね降れるのでまた来ようかなと思います。それではね、今から車で下山をしていこうかなと思います。ちなみに第一展望台はこういう感じですね。結構広いですよね。第一展望台より上にもね、実は撮影できるスペースがありました。それでは降りていこうと思います。はい、立雲峡はね、後にしてちょっと移動してまいりました。ここはね、藤輪というところになるんですが、藤輪峠というところになります。こちらもね一応武田城の撮影スポットということで、まあ、ちょっと下見がてらやってきたんですが、わかりますかね、ここに武田城がありますね。
こちら側も結構綺麗ですね。雲海はもう完全に消えてしまったんですが、はい、少しねここでも撮影をしてみようかなと思います。いや風が強い、寒いですね。では少しね撮影してみようと思います。雲海はありませんが、暖かな朝日を浴びる竹田城を撮影することができたかなと思います。杉の木もこう見ると綺麗ですね。いや風は冷たいですけどね、どことなく暖かな朝ですね。いやーね、雲海はもう消えてしまって残念ですけども、まあ、いつまででもね残しておきたい風景かなと思います。またこちらでもね雲海の撮影をしてみたいなと思うような風景ですね。はい、こうやって杉の木もね大きく入れてみました。はい、それではね、今回はね竹田城周辺から撮影をしてきましたが、雲海はちょっとね今回残念だったんですが、またねいずれリベンジをしたいなと思います。この後ね少しまたどっか移動しようかなと思っているんですけども、またそれに関しては別の動画にしようかなと思います。はい、またねいろんなところ行って撮影をしていきたいなと思いますので、よろしければな、よろしければなって言ってしまいましたね、よろしければご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね今日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。